いや、慶応大と東京歯科大、はい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 、合併競技始めるということで、東京歯科の創始者の方が慶応出身なんですよね。ああ、なるほど。東京歯科大偏差値55、イエーイみたいな感じでやっても赤本一気に切れます。おお。ここで始めました。さあ、今回はですね、さあ、ご意見番、中森先生においでいただきました。はい、ハローゼア、中森です。さあ、今回なんですけども、はい、すごいニュースが飛び込んできましたんで、はい、取って出し、ね、はい、今日取って、もうそのまま出てくるっていうなるほど感じになるんですけども、はい、いや、慶応大と東京歯科大、はい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 、合併競技始めるということなんで、はい、これ慶応大学の歯学部になるっていうことですね。そうですよね、はい、2023年度を4月をめどにと。うん、始まったわけですか、はい、どうなんですか、ちょっとやっぱ受験業界のご意見番として。いや、これはでも喜ぶ人結構多いんじゃないって気はしますよね、うん、前に薬学部もそうだったじゃないですか、はい、共立薬科ですよね、はい、が慶応薬学部になって、まあその時もどうなるんだろうねみたいな話はしたんですけど、うん、まあいざやってみたら難易度も上がるし、はいはいはい、まあ、人気も出たしみたいな。そうですね、はい、いや難しいですからね、まさに入試問題、はい、本当にどんな入試問題なのか分かんないですが、はいはい、そういった形で、まあ、合併すればですね、ついに日本の総合大学として初めて医学部、はい、看護医療、薬学、歯学の医療系4学部を出すことになるというですね、はい、最強の大学になるわけなんですけども、はい、すごいなっていうことですね。11学部になるわけですからね、はい、まあ、なんか理系が充実してきてますよね。そうですね、はい、うん、今まで全然理工じゃない理工学部みたいに言われてはい、すごく充実して、歯学部が加わり11学部となることでより多様な人材を輩出し、はい、総合大学として社会への貢献を続けますっていうコメントを慶応出してるそうなんですが、はい、そうそう、慶応関連病院がまだ慶応関連の歯科医院が増えてるって感じになるんですか、ね、そうですよね、はい、やっぱりこう繋がってるんですか、この2つの大学は。もともと東京歯科 の創始者の方が慶応出身なんですよね。あ、なるほど。それで、まあ、仲良くやってるっていう話があるみたいなんで、うん、まあ、もちろんそれだけじゃないんでしょうけど、まあ、でも経営とかいろいろあって、もし一緒にやるとしたら、まあ、慶応がいいっていうのが東京歯科さん側が思ったっていうのがあるんじゃないでしょうか。なるほど、なるほど、はい、卒業するときとかどうなるんですかね。これはもうなんか履歴書に入ったときとか卒業したらその時の大学の名前を書いて、その横にかっこ現何々大学とか書くみたいな。ああ、なるほど、あ、はい、そうか、じゃあ騙せないわけですね。騙せないですね。なんかもうみんな入って、あれやった、これで慶応卒の資格ゲットだぜみたいに思ってるけども、履歴書のところにはそうか、東京歯科大学に入りましたって書かなきゃいけないわけですね、はい、まあ、ちなみに私がまさにそれなんですけど、お立教大学って当時、はい、経済学部の経営学科しかなくて、はいはいはい、今経営学部があるんですけど、うん、だから僕が当時ですね、まあ、卒業してたらなんですけど、うん、立教大学の経済学部経営学科に入学して、立教大学の経営学部卒業とかに多分なってたんじゃないかな、はい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 、ああ、なるほど、そうやって書くから、はい、まあ、どっちしろ入学の時点でバレると、はい、入学を書いた時点でバレてしまうから、はい、今からやったぜ慶応ボーイだって言って、はい、東京歯科大偏差値55イエーイみたいな感じでやってもダメだっていう感じなんですね、はい、2023年時点で在学中であれば卒業は慶応に多分なるかなとは思う。慶応卒ということはできるけども、はい、履歴書には嘘はつけないと、はい、どうなんですかね。学費とかもびっくりしましたけど、はい、1年目今東京歯科大学って945万7千円なんですね、はい、学費が。その後2年目以降が453万7千円と、もうへえみたいな感じなんですけど、これ安くなったりするのかなってちょっとね。確かに奨学金が充実する可能性はありますけど、あんまり下がらないんじゃないかなと思いますけどね。それはあるかもしれない、まあ、まあ最近だったらね、まあ、合併とか名前変わったとかだと、はい、首都大が都立大に戻ったとか、はい、あれはね本当に書きづらかったんですよね。はいはいはい、いや例えば志望校を書いてもらうときに、まあ、大体何々大学ってこう書く欄があるじゃないですか、はいはい、首都大だけ首都大学の後に東京があるから、はいはい、学部に書く欄、確かにそうですね。そうなんですよ、履歴書に書くの大変だったりとか、それがまあ都立大に戻ったりとか、はい、いやなんか履歴書の書き方書いてあるらしいです、ね、あ、そうです、首都大の方のページ見るとその大学名称変更に関する説明とか、あと今後こういうふうに表記しますよみたいなの書いてくれてるんですよね、はい、なるほど、こういうことまでやってくれてる大学もあると、はい、まあ、最近だったあとね大阪のでっかくなる大学の問題がね、はいはい、
ありますもんね。まあ、あの府立とあの一律がくっついて公立になるって話、はい、そうですね、大阪公立は一体どうなるんだみたいな、ね、なんかでも広がっていきそうですよね、この合併とか、ね、まあ、経営苦しい大学も結構あるでしょうしね、はい、絶対そうだと思いますね。なんかもうかつての銀行がバンバンくっついてったように、本当に大学もボンボンくっついていくんじゃないかなっていうのがね、予想されるんですけどね。いわゆるマンモス大学的なところと一芸特化の大学に結構二極化していくのかなという感じですかね、はい、うそうですね、まあ、視聴者たちがね、この推薦が嫌だとか栄養がみたいな、はい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 、まあ増えていくんじゃないかなっていうのはね、言われてますけどね、はい、難しいですよね、やっぱりいろんな地域にやっぱありますしね、はい、でもその中で子供は減っていくわけなんで、うん、はい、そうなんですよ、なんでまあそれはしょうがないかなっていうのは思うんですけどね、はい、慶応大学歯学部っていうのが出てくるわけですけど、でもびっくりしたのがですね、はい、もうアゴ本一気に売り切れました。おお1日でなくなりました。なるほど歯学部のもう、しかもあれなんですよ、赤本で合併してるんですよね、はい、この大学が4つぐらいかなんかが一緒になってるんですよ、はい、慶応ボーイになろうと思ったりとか、あとはどんな問題出すんだろうって思った人が多いのかなって。いやでもひょっとしたらこれ何年かが寝かせといて、後であのプレミアを狙ってる可能性がなるほどありますからね、はい、東京歯科大、日本歯科大、大阪歯科大って3つ同じ合体の赤本なんですよね、はい、一気に売り切れわかりやすいな中古がすごい高いね、高値で。あーなるほど、ですけど、なんか、はい、美鈴学園のやつだけ出てます、はい、東京歯科大学、はい、美鈴学園こんなん出してたんだな6年間とかって思ったんですけど、それだけ出てます、ね、すごいですね、高い4180円、高いそんな値段。じゃあもうこれからじゃあ注目ですね、新たな。そうですね、まあでもそれこそ大学もオンラインになって、はい、やっぱその共同でやることやりやすいじゃないですか、オンラインとかだと、うん、それこそ共同獣医とかの獣医学部がいくつか一緒にやったりとかっていうのも出てきてるんで、はいはい、そういうのはもっと増えていくかもしれないですね、うん、そうですね、はい、これからの動向に注目かなと思うんですが、はい、皆さんはどう思いますか、この合併ですね、はい、なんとも思わないんですかね、どうなんでしょうまああまりね、その受ける人と層もそこまで多くはないですからね、なんか、はい、怒りそうな人いそうですよね、学歴論だがみたいな感じで、確かにそういうので慶応になったけどみたいなのかね、うん、なんか昔早稲田のね第二文学部とかね、はい、ありましたもんね、その第二文学部がなくなるから受けとけみたいなね風潮があった時代とかもあるらしいんでね、はい、それで受けとけばお前は文学部卒業だぜみたいに言われてたってたんですけど、でも結局あれですもんね、また同じように入学第二文学部って書くわけですからね、社学の方が学部変わってないから、はいはい、いいかもしれないですね、そうですね、社学部は、はい、社学は本当に鈴木貫太郎さんとかですね、株が上がったって言ってますからね、はい、そんな感じで、まあ、大学もいろいろ変遷していくという感じなんですよね、はい、ですね、はい、どうなっていくのか今後もね、はい、まあ、武田塾チャンネルでもいろいろと、ね、追っていくと思いますので、そうですね、はいはい、ぜひ見てもらえればなと思います、はい、今回は中村先生おいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。